アドルフ・マンジューはアメリカ合衆国の俳優。サイレント映画からトーキーの移り変わりから活躍を開始し、シーク、パリの女性、モロッコ、スター誕生といった作品に出演した。また、1931年に犯罪都市に出演したことでアカデミー賞にノミネートされた。フランス人とアイルランド人の血を引いてペンシルベニア州ピッツバーグに生まれた彼は、 カトリック教会を信仰する一家に育てられ、カルワーミリタリーアカデミーを出て、コーネル大学でエンジニアリングの学位を取得して卒業。ボードビルの魅力に引き付けられ、1916年ザ・ブルーエンベロップミステリーで俳優デビューを果たす。第一次世界大戦の最中彼は旧護飯のリーダーとして活躍した。1947年、マンュ獣はハリウッドで、 赤狩りが猛威を振るったとき、海運米活動委員会と手を組み、アメリカの理想を守るための映画同盟という、ハリウッドにおける共産主義対策の自己流、パトリオティズム団体の主要メンバーを務めていた。この団体には1939年にゴールデンボーイで共演したバーバラ・スタンウィックと、彼女の夫ロバート・テイラーもいた。政治的信念のために、キャサリン・ヘプバーンとは対立していた。 マンジューはステージドアと愛の立候補宣言にスペンサー・トレーシーと共に出演したが、ヘプバーンが共産主義者と疑われた際、彼女はアメリカ人の告げ口に反対した。ウィリアムマンが表したヘプバーンの電気系統によれば、愛の立候補宣言で脚本上やむを得ず、喋らなければいけない時だけしか二人は口を聞かなかったとされる。1948年、 ジデイ・ット・トゥックナイン・テイラースを出版。1961年に放送された CBS のザ・デュポーンとショー・ズ・小密ン・アリソンというテレビ番組のアメリカ合衆国の漫画家ジェームズ・サーバーの作品をもとにしたザ・シークレット・ライフ・オブ・ジェームズ・サーバーという回ではオーソン・ビーンとスー・ランドールと共演した。1963年10月29日開演の試し帽。 ハリウッドフォーエバーセメダリーに埋葬されたハリウッドウォークオブフェーム6822ハリウッドブールバールに星があるステージドアありがとうございます